おはようございます。今日は、ジュニアコピーライター第11話の宿題ですね。どんな宿題があったのかをシェアしたいと思います。第11話のテーマは最大の秘密っていうことで、コピーライターが長く活躍するための仕事術がいろいろと出てきました。今までの段階でスーパーフォーミュラーとかヒット商品の作り方、市場を支配する方法とか、クライアントさんとの交渉の仕方とか、基本的な報酬のもらい方とか、いろんな話がありました。コピーライターとしての健康ルーティンの話もありましたね。コピーを書く前の、リサーチの仕方とかも昨日簡単にお伝えしたんですけれども、最終的にやっぱりコピーライターは、セールスレターとかね、ブログとかメルマガとかね、どんなコピーでも書かないことには収入を生まないってことなんですね。なので基本は書くことなんです。毎日書かないとコピーライターじゃないっていうね、マインドセットもあります。どんなスキル磨きでも同じだと思うんですけど、書かないと腕が鈍って、勘が鈍って書けなくなっちゃうんです。なので毎日書きましょう。書くことを習慣化するのが重要になってきます。ということで、いつ書いたら一番いいかっていうと、基本的には朝なんですね。なぜなら夜睡眠をとって休息した後の脳は一番パフォーマンスが高いです。このことはわざわざ私が言わなくても、誰もが体感して知っていることだと思います。文章を書くっていうのは頭を使いますよね。例えば6時間とか8時間とかぶっ続けて書くっていうのはもう本当に難しい、しんどいんです。脳科学的にも人間の集中力は2時間ぐらいと言われています。なので宿題は、朝ね、1時間でもいいのでライティングをするっていうことです。で、朝って言っても少し違うのは、朝起きたらすぐに書き始めるっていうのがミソなんです。メールチェックも新聞も開かず、歯磨きも洗顔もせず、とにかくデスクに直行して書き始めるっていうことが大事なんです。なぜかっていうと、変性意識状態をつた、あの、使いたいからなんですね。寝て起きた直後は変性意識状態って言われていまして、別名トランス状態ですね。聞いたことがありますでしょうか。その変性意識状態っていうのは潜在意識にアクセスしやすいんです。だから、普段私たちは顕在意識しか使っていないんですけど、起きがけからしばらくの時間は変性状態が続くので、潜在意識を使うことができるんですね。変性意識を簡単に説明すると、超リラックスして集中力が高くて物事に没頭しやすい状態とでも言いますかね。普段顕在意識ではいろいろなことに意識が振り回されていて、なかなか集中力を高めることが大変ですよね。でも変性意識に入ると、自分の内側に意識を集中させて物事に没頭することができるので、能力が無制限に活用されると言っても過言ではないんです。しかも潜在意識にアクセスするっていうことは、宇宙と一体化するっていうことなんですね。普段の自分では考えもつかないようなアイデアがバンバン出てきたりね。だから朝起きたらすぐに書き始めるっていうのがルールです。少しこの変性意識について説明します。ごくはすごくね、抽象的な表現で分かりづらいかもしれないのですけれども、そもそも人間は宇宙とかね、大自然の中の一つの要因でしかないわけですよね。でも普段は忘れているわけなんです、そのことをね。普段使っている顕在意識ではね、社会的なこととか個人的なこととか、人間関係、仕事、ストレス、病気、趣味とか、常識、先入観、経験、いろんな経験ありますね。あと過去とかね、過去のこととか嫉妬とか不安とか恐怖とか、目標とかね、いろいろ外的ないろいろな現象から影響を受けて、
考えたり感情を揺さぶられたりしているんですよ。でも変性意識状態ではそれらが全くないんです。自分以外の外的な影響を受けないんですよね。変性意識状態を上手にうまく利用することで、課題に集中して大きな成果を上げることができるんです。だから、トランス状態に入るのが上手な人が、最大のパフォーマンスを発揮するんでしょうね。スティーブ・ジョブスの演説のスピーチとか、壇上に上がっている時もそうだと思うんですけど、またその原稿があったとしたらね、原稿を書いている時もトランス状態だったのかなと思ってしまいます。他には神がかった演技をするアクターとか、イチローなどのスポーツ選手ですね。で、ゴルフのね、これで優勝が決まるっていう時の最後のショットとかですよね。なんとも言えない場の空気感っていうのがありますね。で、それと、潜在意識っていうのは認識するのが難しいんです。例えばね、私の人生は満足ですって口で言っていても、実は潜在意識で、私はなんて運に見放された不幸者なんだろう、この世に神様なんて絶対にいない、一生呪ってやる、悔しい。でね、心の中でいつも泣いていることは知っているんですよね、自分自身も。でもそのことがいつの間にか自分の潜在意識に植え付けられてしまっていることを意識することはないんですよね。自分が強く思えば思うほど潜在意識に浸透して、世界一かわいそうな悲劇のヒロインを演じたらその通りになる。だから怖くもあり、利用価値もあるんですね。いいことも潜在意識に植え付けることができるからです。この辺で話を戻しますね。宿題は朝起きかけのライティングとそのための準備。朝は脱水状態になっていますので、水を飲んでから始めてください。その水の準備です。コップとかミネラルウォーターとかですね。それから、あと、2割8割の法則っていうのがあって、私たちの1時間、1日の時間の使い方もそれが当てはまっているんですね。で、8割は無駄な時間を過ごしているんです。なので1日を観察してみて、重要な2割にフォーカスするためにね、自分はこういうふうに無駄な時間を過ごしているんだとか、具体的に認識して、その分の余計なエネルギーを重要な2割の方へ、回すこともできるし、それが無駄で、これが無駄なことで、これが私にとって重要なことっていうのが分かると、より重要なことに集中できると思うんですね。なので、その辺を把握するっていうことも宿題でした。というわけで、今日の記事が少しでもあなたの参考になれば嬉しいです。最後までお聞きくださりありがとうございました。